ュアルがいいね。マニュアルがいいね。2000万くらいしちゃってるな。これも50年前の車でスポーツカーだよ。普通のタクシーだし。ここがねもうガビ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 になっちゃって。いつもなくさせる。動くよ全部。それはダメだな。あれ？この間の車じゃんこれ。覚えてる？ね、貼ってたから先頭の車だよ。超速いよ。フェラーリの方が速い。本当だ。ラリーもっと怖いですね。いいですね。モテリサーキット思い出すよね、ローカスっていうと。ごめんね。
どれ？うん、分からん。多分早いと思うけど。うん。見てこのスバルのマーグがいつの時代やって感じになってる。俺今までの人生でこれが動くとか見たことねえぞ。え？いやアルファンじゃないな、似てるけど違う。俺と同じメーカーでスバルだよこれ。が古いからスピードはそこまで出ないけど、急カーブとかさすがに古い、古いからね。速い、こうやってこれ1972年モデルだからね。でも最新モデルは直線も速いよ。両方速い、速い、めっちゃ速い、高い。まあそこまで高くもねえけど、もう400万ぐらいで買えると思うけど。まあね、ガソリンすっげえ食うし。いった。ビビッと。うわー、刺さった。うわー、血が出なくてよかった。失神するかと思ったね。いや、完全に見てなかったね。
も貼ってった。うん。もうなんでだろうな。出ればいいんだね。まさっと道戻ればいいんですよ。